はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルのロボラボです。さあ、今回の題材は1984年に放送されていた聖獣士ビスマルクで、遊ぶおもちゃはこれ、バンダイのデラックス超合金のビスマルクです。前回の予告動画でもお伝えした通り、僕が消費税 5% の時代にマンダラケさんで 36,750 円で買ったアイテムです。中身出していきますよ。今回も動画のラストに恒例のお絵かきコーナーご用意しておりますので、ぜひ最後まで見ていてくださいね。で、気に入っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタン、またよろしくお願いします。さあ、発泡スチロールが開けますとこんな感じになっております。本体とこの側の部分が別々に入ってるんですよね。で、これは説明書、あと補足説明の紙とシールがついてます。まあ、シールはね、使ってません。で、さらにこのね、カタログ、こういうのが懐かしいんですよね。ただこれ僕持ってるやつですね。カミーグガラットの時に皆さんにもお見せしております。あとは付属品でミサイルがついてるんですけども、それがこっちの小袋に入ってます。これ全然使ったことないんですけど、まあ今日もちょっと遊ぶ予定ないかな。で、今回欠品はないんですけど、もうすでに破損しちゃってるとこがありまして、これキャタピラのゴムの切れ端です。まあ後でまた説明します。発泡スチロールから取り出すとこんな感じなんですが、もう側の部分だけですでに飛行形態の形はできちゃってるんですよね。だからこれを背中に接続して遊び始めます。そうするとこんな感じになります。じゃあまずはとりあえず回します。この形態が大型宇宙戦闘母艦ビスマルク、かっこいいですよね。これ子供の頃大好きなデザインでした。で、近くから見るとこんな感じなんですが、このね、国旗のところがまたいい。この辺のシールは僕子供だったらワクワクしちゃいますね。で、ここにミサイル発射装置が内蔵されてますが、ちょっと今回は省略で。全体でぐるっと見るとこんな感じで、まあ、ロボットのパーツといったらこの足首がちょこっと見えてるとこ、ここだけなんですよね。で、ちなみに先ほどお伝えしたこのキャタピラの部分ですね。まあ、こっち側はゴムが無事なんですが、こっちは切れちゃいまして、見えますかね、僕もこれ貼り付けてあるんですよね。だ、回したりとかはできないです。ただこれ走らせるときはコロがここについてますから、キャタピラは実際は設置しないんですよね。こういう感じで、じゃあここからは変形バトロードフォーメーション。まずはランディングギアを畳んでください。後ろ側はこうやって横に折り曲げる。そしたらこの後ろの垂直尾翼、これを畳んで、でここから側を開いていきます。でロックされてる場所が、まあ、2箇所あるんですけど、これ側の裏側からロックかかってますけど、まあ、ここともう1箇所ここでロックかかってます。で開けるときはこっち側から開けるんですけど、僕のはね、子供が触ったら絶対壊すんじゃないかというぐらい硬いです。今取れましたね。こっち側外すとね、僕のは思いっきり開きますよ、こんな感じで。で付属の銃はこんなような角度にしておけば、内蔵したまま変形させることができます。で次は反対側を開く。側はこの順番でやらないと壊れます。そしたらここのノズルの部分のパーツを折りたたんで、で今度足を引き伸ばすんですけども、これね、持ち上げてクランク状に移動させる。こういうふうに、でロック。そしたら足首はちょっと引っ張って回して、で上に持ち上げる。ちょっとね、引っ張るとロックが外れるんですよ。これで上に上げる。そしたらこの側を背中で折りたたんで、まあ、マント状態にします。これ順番もね、今回はこっち側からいきます。で位置を合わせる場所なんですけど、ここの部分ですね、この欠けてる部分をこの出っ張りにちょうど合わせる感じで、これで固定。そしたら反対側も締めるんですが、ここでロックをします。こういう感じでね、引っ掛けてあるんですよね。これでマントが OK なので、機首を後ろに折りたたみます。
こういう感じで。そうすると頭が出てきましたので、さあこれで変形が完了です。ロボットアニメの変形とか合体のバンクシーン、ここにかかる BGM で僕的に名曲だと思っている作品が、まずバルディオスと、あとアクロバンチ、そしてこのビスマルク、あとはダンクーガもいいですね。ゴッドマーズとかみたいに主題歌をバックに合体するっていうのも悪くないんですけども、専用の BGM があるっていうのはやっぱ燃えます。じゃあ変形後の姿近くから見てみましょう。皆さんもご存知、この帽子にマントをイメージしたこの斬新なデザイン、子供ながらにちょっとびっくりしてました。で、先ほどの銃、これロングトムって言うんですけど、さっきはここに装備していました。このアイテムは変形ギミック重視だから関節可動はあんまりしないんですけど、まず首がね、上下と左右の回転が少しですけれどもあります。あと肩、これ横に90度ぐらい展開するのと、あと回転ですね。ちょっとマント当たっちゃうからこの辺まで。あと肘なんですけど、ここは面白い、内側に可動と、さらに前に可動。もう下半身はほとんど何もできないので立ってるだけなんですけど、一応注意点として、足変形させるとき、この膝のパーツ下げてロックを外すんですね。これただ関節可動には役に立たないですけど、母艦に戻すときはこういう風に変形させてます。じゃ、背中に装備していたロングトムを手に持たせてみましょうか。ちなみにこれマント装着状態だと太ももの横に銃を取り付けることはできないです。これグリップが当たっちゃうので。今回の参考文献はこの村上先生の写真集、これね、僕の宝物なんですよ。ビスマルクのページはこの辺かな。で、変形ロボットって側の処理っていうのはどうするかっていうの一つのテーマだったと思うんですけど、このビスマルクについてはもう思い切って側ごとデザインにしちゃうっていう、この発想すごいですよね。じゃあここでいよいよ必殺武器のオルガニックフォーメーションいきましょうか。これね、胸の銃をこうやって持ち上げて、この前段発射的な攻撃はやっぱり燃えますよね。ちなみにこの背中のガードマントを箱に入っていた時のように外す場合、このね、胸のとこにこう仕込むとロックが外れます。で、そうするとね、さっきのね、この銃を太ももに取り付けるこの状態も可能となります。ちょっと寂しいですけどね。ちなみにこの外したマントだけで変形させる時の注意点、中の人がいない時はこのパーツを持ち上げておいて、これで支えるようにしましょう。これだけで飛行形態に変形させるときはこんな感じ。これ結構ね、バキバキ言って怖いところもあるんで、優しく変形させましょうね。で、ここでロック2箇所ね。あ、これはノズルは先に立てといた方が良かったですね。これビスマルク本体の存在を否定しちゃってますけども、こうやって玩具オリジナルで変形させることもできます。今度はマントを閉じてる状態で装備するっていうこともできるんですよね。ちなみにここが開きますから、こうやってね、手だけ出してる状態にもできます。これで背中に取り付けてね、マント閉じて、いやー、ガンマンですね。実は今日もう一つありまして、このね、スタンダード超合金の方のビスマルク、ご覧いただいたようにデラックスの方はあんま関節が動かないんですよ。で、僕ね、いろいろポーズつけたいと思ってて、でもリボルテックとか群雄とかでも発売されなかったから、これも中古で買いました。ただこっちは欠品が結構あります。一応説明書はこんな感じでね、割と足も動くんですよ、これ。で、僕のは銃が欠品してるのと、あとミサイルパーツもないです。これ背中が妙にあっさりしてるんですよ。
ね、こんな感じで何にもない、本当にマントになっちゃってるという。あとは手がスプリングで発射できるようになってたはずなんですけど、僕のもそこが壊れてたので、もう腕を接着しちゃいました。だからロケットパンチで遊ぶことはできないです。じゃあ早速関節動かして遊んでみましょうか。頭部はね、上下はこんな感じで、あと左右ちょっと硬いんですけど、まあ、このぐらいまで曲げられるかな。そして肩の回転と、あと横に開くこともできまして、肘はデラックス超合金の方が良かったですね。あとはここはロールして動きます。これいいですね。手首の開閉については、これ実は一番閉じてる状態がこれ、こっからさらに開くとここまで、グーにはできないです。やっぱり下半身が動くのが嬉しい。このね、腰の回転ぐるっと回すことはできませんけど、あとね、股間がね、ボールジョイント接続、グリグリ動かせます。ただあんまり範囲は広くないです。膝もね、曲がらないよりはマシです。それと足首の可動、前後に動きます。さらにこいつのギミックとして、足の横を開くことでミサイルを発射して遊ぶことができますが、ミサイル欠品中です。ロングトムも欠品なので、まあ、なんかのプラモデルかな、銃をちょっと見つけてきたので、今日は代わりにね、これで遊びます。なんとか入りましたよ。もちろんこっちのスタンダード版もオルガニックフォーメーションは再現可能。劇中の終盤の方でビスマルクはライフルも装備するようになるんですけど、それもどっかのプラモデルから代わりを見つけてきましたので、今日はちょっと最終回気分でね。まあ、実は最後の戦いでとどめに使ってる武器がこれじゃなくて、敵の使ってたサーベルだったっていうのが、まあ何とも言えない気持ちになりましたね。でちょっと両者の大きさ比較ってことで、デラックスの方がだいたい22センチかな。でスタンダードの方が13センチ、まあ144分の1スケールのガンプラみたいな感じですね。まあ、ビスマルクはスタジオピエロさんが関わってまして、まあ、作画も全体的には安定してた方なんじゃないかなと思うんですけれども、ただ僕、ビスマルクはおすすめがありまして、まあ、以前の動画で最終回がやたら気合が入ってるアニメの中で、ちょっと紹介させてもらったことがあるぐらいおすすめなんです。もう敵の要塞名前忘れちゃいましたけど、そこに突入していく時のあのスピード感、ぜひ未見の方でも最終回は見てみてほしいかなと思います。まあ、話わからなくてもなんとか楽しめると思います。そんな感じで今回のおもちゃは超合金のビスマルクでした。じゃあここからはエンディングお絵描きいきましょう。まあ、今回の作品ビスマルク、何か思い出とかエピソードを思い出していただけた方はぜひコメント欄に書き込んでてくださいね。ビスマルクのこと全然わかんないっていう方もどうぞご遠慮なく、もし間違ったこととか書いちゃったとしても大丈夫、うちにはスペシャリストが集まってきてますから、後で詳しい方が優しく直しといてくれますので、ぜひ頼りにしちゃいましょう。もう皆さんね、好きでやってくださってると思いますので、いつもいつもありがとうございます。とは言っても知識の量に優劣はつけないのがこのチャンネル、知ってる人も知らない人もこの場では対等です。同じ作品を好きな者同士みんなであーだこうだ言いながら楽しくやっていきたいなと思ってますので、ぜひより良いコミュニティになりますように皆様ご協力お願いします。さて次回はどんなおもちゃで遊びましょうかね。また次の動画でも皆さんと一緒にお気に入りのおもちゃで遊びたいと思ってますので、ぜひまた我が家に立ち寄ってくださいね。じゃあその時まで皆様ごきげんよう、またお会いしましょう。さよなら。